ールに入ることできなかったんですけど、練習をしてね、入れるようになって、皆さんの方にある青い台まで泳いでいけるようになりました。じゃあ、キミコ、一緒にね、泳いでいくから、ちょっとこの足ひれつけてる間、ちょっと待っててくれる？キミコはね、以前は、何かね、ハプニングがあると自分のお部屋に戻っちゃうような子でした。でもね、いろんな練習をして、皆さんの方にも行けるようになったので、ね、ありがとう。よし、じゃあひみこ、先にプールに入ってるから、水面をね、パシャって叩いたらプールに入ってね。取れたね、ひみこ。じゃあさらにもう一段上がれるかな。はい、上がってー、オーケー。ありがとうございます。こうやってね、上手に台の上に上がれるようになったので、ひみこはまだね、この台の上ではいろんなことできないんですけど、ここでは皆さんの方をね、よーく見て、顔をね、見てほしいなと思って、まっすぐ前を向く練習をしてます。いつもは僕の方ですからね。でも今は、はい、まっすぐ向いて、いいね。このようにね、一つずつできるようになったこともあるんですけど、一番得意なのは大きな声を出すことです。じゃあ、ひみこ、皆さんに大きな声を出してくれる？ひみこみたいに大きな声で呼んでみます。じゃあ、ひみこ、いいかな、呼ぶよ。トトロー、ステーシー。はーい、ひみこー、大きな声が聞こえるね。じゃあ、僕たちもステージに上がるよ。ひみこー、ひみこの元気に負けないように遊ぼうね。あ、見て、くっついて、そして見てけろ。こんにちは、種類が違います。南アメリカオットセイっていう種類のアシカで、体がね、隣にいるヒミコやマミよりそんなに大きくなりません。現在の体重は 30.5 キロです。今日で体重測りました。で、身軽です。体がね、やっぱ小さいと身軽なので、よいしょ、はい、ここにこうで立ち上がってくれることまで、で、ここからさらに歩いてみようか。はい、歩くJack
今日はこのメンバーで、ね、一緒にダンスをしてみます。同じ動きで息を合わせてみるので、みんなの息が合っているか皆さん見ていてください。じゃあセシとトトロ、準備はいい？セシはいいよ、トトロ OK。 よし、じゃあニミコもやってみるよ。やそう、よろしくね。
その言葉が通じない分目を合わせて、あ今これすごく目が合ってます。ここで、はい、合図を出すと助走を取ってから左側に注目です。いきます。はい、皆さんこちら見てください。マリンは今尾びれを加藤家に持ってもらおうとしてました。イルカたち合図を出すだけじゃなくて体を触ってもらったり、あと尾びれを引っ張ってもらう遊びなんかがすごく好きなんです。ちょっと皆さんステージ見れます？加藤家が尾びれ持って引っ張り上げてます。見てください。これちなみに僕が触っても全然ね、マリンはびくともしません。落ち着いてくれてます。どうかどうか、これすごいリラックスしてるね。すごく力が抜けてます。前250キロ体重あるんですけど、その分で引っ張れるのはそれだけリラックスしてるからなんです。さあセーラーもやってますよ。でステージ、こちら中央ではルイが上がってきてくれています。こうやっている形、体触ってもらうの本当に好きなんです。これね、嫌だったらすぐに尾びれを振ったり、あとステージに上がってくるとね、降りちゃいます。沈まないで、沈まなければ
ていいですか、ちょっとルイの場所を変えてみます。さあやってみようか。はい、いきます、せーの、はい。さあどうかな、そこまでいてほしいな。これはなんかいけそうな気がしないよ。いけるんじゃないか。おお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 おI'm sorry.